この宝石の綺麗な色の輝きがどこから来るかあのご存知ですかこれらはみんな無色の酸化アルミニウムとか酸化ケイ素とかそういうものでできてます。ルービーとエメラルドはほんの少しだけクロム酸化を含んでます。でこのクロムと酸素の結合距離がちょっと違うだけでこんなにも色が違います。でサファイアは鉄酸化をちょっとだけ含んでます。で そのために色もこんな違いますこういう金属化合物の色も皆さんの目を楽しませてくれる機能の一つなんですけど我々の体の中には生命を維持するために毎日一生懸命働いているもっと重要な金属化合物もあります。これが皆さんの血中にあるヘモグロビンっていう金属化合物です。このの金属化合物の中には タンパク質の中に鉄二価が4つ含まれていますこの鉄二価イオンは我々の肺で酸素と結合しますとそれを体の末端まで運んでまた戻ってきます通常鉄二価は空気中で酸素に触れますと酸素と結合してサビである鉄酸化になってしまいますですけど皆さんの体の中にあるこの鉄二価は 鉄二のままで内で錆酸素を脱着するといいう非常に高い機能があります自然界に存在する、えー、とこういったあの高い機能を持つ金属化合物だけでなく我々も自らの手で機能を持つ金属化合物を作り出すことができるようになりましたこれらの先生方は、えー、と炭素と炭素をまあ自由にくっつけて新しい有機化合物を作るという、まあ、非常に有用なパラジウム触媒 というものを開発しましまたでノーベル化学賞を受賞いたしましたこのパラジウム化合物はえしかしながら、まあ、空気中で不安定なために工業的に応用するのはなかなか難しいと考えられていましたそこで我々はえこの化合物を空気中で安定でリサイクルできるものにしましたえこういった新しい機能を引き出すためには実はある秘訣があります皆さんも大学に入って この秘訣を学んで、ワクワクするような夢のある金属化合物を一緒に作ってみませんか。